令和元年12月3日火曜日、時刻は20時30分を回りました。Cウェーブ千住でクロス C スタジオ、本日は地域ゆるゆる活動家、足立ブレンプラスオーガナイザー、グリーフケアアドバイザーの工藤理香子がお送りいたします。番組では皆様からのメッセージ受け付けております。こちら千住アットマーク cweb.jp まで応援メールお待ちしております。ただいま生配信中の YouTube ライブでもメッセージ受け付けております。さあ、この番組ですが、千住でつながった今注目の方をゲストにお呼びして、ゲストとつながるためのキーワードを紹介する60分のトーク生番組です。第1火曜日は千住のある足立で地域活動をする方々をお招きいたします。千住からつながる思いを世界に配信。それでは本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストは NPO 法人森林インストラクター会フォレストの萩原淳さんです。ようこそお越しくださいました。はい、それではちょっとね、ご紹介させていただきます。萩原淳さん、荒川の水で産湯に浸かり、そして大学卒業後に都内金融機関に勤務、バブル崩壊後再建回収会社を経て、2007年森林インストラクター同期の方々と、この会を設立し理事に就任されます。2013年 NPO 活動に専念し、現在に至っていらっしゃいます。足立区内の自然環境の現状を多くの方々に見てもらい、問題解決を考えながら身近なことから行動する活動について本日はお伺いします。ようこそお越しくださいました。本当にこんばんは。いやー、ちょっとご無沙汰と言いますか。そうですね、ブランクがありましたね。そうですね。それぞれですね、活動されたタイミングとかっていうのも、なんかこう動く発信始めたっていうのがちょっと近いところがあるというのは、実は私のプロフィールの中に、足立区の NPO の広報誌であるA パートナーズの区民レポーターを、やらせていただいてた頃に、ちょうどこのフォレストさん自身はね、もうその前から立ち上げられていた会ではあるんですけれども、足立区で足立の自然についてみんなに伝えなきゃいけないっていうことで活動を始めた時に、実は私取材をさせていただきまして、記事を書かせていただきました。もう本当に大変お世話になりました。もうね、その時のね、楽しい印象がもうこう頭の中に残っていて、今こういろいろなこう自然にまつわることで、問題が山積してますけれども、おそらく何かお考えがあるのかななんて思ってお声掛けをさせていただいたら、もうね、本日無事にこのような形で、ご出演いただくことになりました。はい、まずおそらくね、今日番組を宣伝を見られた方が、森林インストラクターって何、なんだろうって思われた方すごく多いと思うんです。足立にはまず森林インストラクターさんっていらっしゃるんですか？いますけど、全部でですね、はい、昨年まだ今年の試験をやって、合格発表になったのかな、そのぐらいですから、はい、全体で3000ぐらいなんですよ。全国で、全国で3000、はい、平成3年からこの試験が始まってますので、その合格した人が3000、なるほど。まあいわば、はい、例えば弁護士さんが2万とか3万とか言われてますけど、それからするとかなり少ない。そうですね、はい、平成に入ってからという資格ということで、当時の取材して時のお話を思い起こしてみると、とても専門性の
あるこう職業ですよね、例えば当時はなんとか町、林野町ですかね、はい、そういう方たちはこの資格をよくお取りになっているとかね、まあ、最初の頃はですね、最初の頃って、はい、そういう公務員関係の方とかですね、林業に携わった、はい、そういう方々が多かったとは聞いてます、はい、あ、なるほど。実際にですね、今ご紹介しました通りに全く畑が違うところでお仕事をされていらっしゃいましたよね。いわゆる、金融関係ということで、そうですね、はい、私も年齢的にバブルは、はい、ね、はい、楽しかった時期でもありますし、うん、でも悲しかったね、その後は、思いというのも、見てきているわけですけれども、それからこの森林インストラクターに移られるというのはやはり、いろいろなものをそこでなんていうのかな、求められたのが自然だったという、そんな感じですかね。そうですね、結局、会社人間になってましたから、はい、猛烈な会社人間、金融機関なんていうのは華やかみたいな感じもしますけど、実は休みもなくてですね、あ、日曜日もなんか用事があれば出なくちゃならないし、なるほど、そういう状況が長らく続いたんですね、はい、あ、なるほど。で、バブルが弾けてですね、はい、バブル期に入ったられたってことですか。前に入ったんですけど、はい、はい、何でも知らないと、はい、崩壊したもんですから、その最後にね、自分の、じゃあ定年を意識したわけじゃないですけど、これからやりたいことは何かなって考えた時に、ふとこう頭に浮かんだのがやっぱり幼少期の、あ、なるほど、この足立区、はい、私のところは結構北の方なので、はい、非常に環境、今の環境とは全く違う、なるほど、いわゆる魚取り、カエル、ザリガニと遊ぶ少年って、そういう、食べますでしょ、はい、そういうところがありまして、やっぱりそういうものの回帰っていうことが強かったのかな。なるほど。それとその、はい、世の中のそういうバブルとか経済とか、そういうものから逃避するっていうか逆に言うと、なるほど、こっちのベクトルが強ければ反作用も強いわけです、反作用も強いもうね、自然を求めて行かれた、まあ、そういうこともありますね。なるほど。この心理インストラクターというのを、ちょっとネット上で、調べていただいても、分かることではあるのですけれども、一応ですね、番組的にか、いただいた情報で書かせていただいた、その心理インストラクターの活動っていうのについてね、ちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけれども、自然やそこに生息する植物や動物を説明する専門家という考え方でよろしいんですね。心理という一つの塊を考えると、そういう形になるんですが、その中にはもう一つあって、元々の成り立ちが林野町なんで、あ、なるほど、はい、そういうことも関係してる、関係している、林業ですね、林業ですね、なるほど、生産物、はい、そういうことも関連してます、関連もしている、もうだいぶそれはその資格を取得されていて、で実際に活動されている方たちの中では、はい、その定義づけみたいな意味合いというのもだいぶ変化はしてきている、変化はしてきてますね。特に我々っていうか、東京に住んでる方が、あまりその自然のフィールドが近くにはないので、なかなかそういう機会がないんですが、それでも足立区はまだそれは恵まれてる方かなというところがあります。なるほど。例えばそのどういう活動を、されているのかなということで、そういう専門家であるけれども、ただその専門家が
そこにいて何をしているのかなっていうところがまだね、あの見てらっしゃる、あの聞、あの見ていただいている方にはわからないと思うので、いわゆるあの、文字情報だけでいきますと、森や山の中に入り自然の発するサインや、声を聞くにはちょっとしたコツが必要で、森や自然の多い場所に行きそのようなことを経験したい方を手助けする、そういった、まあ、なんていうんですか、自然との向き合い方というか、そうですね、そういったことを、まあ、いわゆる教育的なことの部分ですね。まあ、教育的なことが多いですね、はい、体験教育みたいな、はい、体験もあるし、はいはい、教育も、まあ、体験も教育も一緒なんですが、うん、はい、そういう形で、うん、まあ、我々物に出して表現できないんで、ただ自然のものを通訳するって言った方がいいんでしょうか、あの名刺には森の語り部って書いてありますけど、そうですね、はい、そういうふうな形で、はい、まあ、自然の解説をすると言った方がいいんでしょうかね。解説ですね、はい、なるほど。そしてですね、まあ、そういった活動の中で、まあ、じゃあ具体的に足立でどんな活動をされているのっていうことなんですけれども、まあ、私が取材をさせていただいた時はずっと荒川の土手をずっとずっと歩いて、はい、でそこの中で、一つ一つのこう雑草一つに至ってもですね、全てに成り立ちがあって、それが今どうしてここにあるのかというのをこう分からせてくれるようなね、なんかつながりのあるあのお話をずっとさせていただきながら、桜もさらに解説を受けもうなんかもう倍近くの時間をね、十分たっぷりとこう歩かせて鑑賞、はい、あの観察をさせていただいたなという記憶があるんですが、その様子がですね、ちょっとあの、若干最近の活動の中でございますので、ちょっとじゃあですね、ここ今あの1枚写っているのがあるんですけれども、これあの何かいつも使っているものですね。そうですね、あの、今ちょっとお手元にありますかね、まあ、はい、まあ、だいぶ汚くなったんですけど、いやいや、使い込んでらっしゃいますね、はい、これで一応、うん、これはですね、うん、これは、うん、ここにあるのが、はい、萩なんですね、萩、はいはい、萩の花の一応こういう形をしてて、うん、こういうっていう書いて、書いて、はい、この名前があって、この、はい、弁って書いてあるのは、うん、要するに花弁のことです、はいはいはい、こういう説明をちょっとしてると。ああ、その都度ちょっと。そうですね。使い込んでらっしゃいますね。こういったものをね。植物の名前とかですね、はい、漢字で書いた方が成り立ちが分かるっていうものも多いんですよ。はい。ですから、ここに書かれるんですね。そこに書いて、漢字を見ると、はい、言わなくても分かるみたいな。ああ。中国から、はい、来ている植物なんかは特にそういう漢字で書くと、その状況が分かるっていう、理解しやすいっていうことがあります。なるほど。じゃあちょっとその様子ですね、はい、鑑賞会、観察会というのを定期的にまあ行ってらっしゃいまして、はい、で、足立区内を中心に観察するのが今のところ年に10回ぐらいで、そうですね、はい、足立道草の会っていうのですね、はい、でそれが工藤さんが初めにお会いした時に行った第1回目なんですよ、はいはい、あ、私1回目の出席者ですね嬉しいな、はい、じゃあ、お写真はそっち、その足立道草の会の時のお写真ですかね。そうですね、大体そうですね、はいはい、じゃあすいませんがお願いします、はいはい、これはこれから出発ですかね。そうですね、これは佐野ってっていうところです。足立区の佐野、はいはいはい、あそこの親水公園があるんですが、うん、はい、佐野憩いの村、森っていうのがあって、森、うん、森といっても、うんうんうん、あれはね、屋敷林なんですが、うん、なるほど、それの、まあ、いろいろ成り立ちとかですね、どうなってるかっていうような説明をしながら、この、はい、水が流れてるんですが、それ沿いにずっとあるっていう、はい、なるほど、はい、じゃあ次お願いしますね、はい、でこれは今度はこれはどこですか。これはですね、うん、これはあそこですね、
これも佐野の、はい、足立のあの歴史館ありますよね。あそこの共同博物館ですか。共同博物館のはい、はい、お庭。なるほど。そこねガラス張りになってるんですよね、こっち側ね。そうですね、はい、そうですよね。あその時にあちらのお庭をまあ散策されたということですね。そうですね、これを回ってずっとまだ歩ったんですけどね。はい、はい、じゃあ次お願いします。これはですね、これはアッコさんたちがいる、これはどこ、うん、ちょっといい森って感じもしますけど、はい、実は区役所の横なんです。区役所の横、はい、公園があるじゃないですか、はいはい。これはですね、足立環境フェアの時に、はい、まあ子供の丸太のですね、うんうん、こういう時計を作ったんですが、はいはいはい、その前に一応環境のことを話したんですね、はい、森の環境のことを。それを15分ぐらい子供たちに喋って、それから工作を作ると。なるほど。なんかね、私これ拝見した時にどこまで遠出しちゃったんだろうと思っちゃいましたけどはい、じゃあ次お願いします。はい、これは広すぎですね。これは舎人公園ですね。舎人公園の、はいはい、3月頃ですかね、ちょっとあの、うん、彼岸桜とか早咲きの桜の時ですね。もう立派になりましたね、舎人公園の桜もね、落ち着いてきましたよね。落ち着いてきましたね。若い時まだあのまだねひょろひょろだったのに、今もう本当に美しいあの桜がもう広い敷地内に ねいっぱいになりますね。はい、次お願いします。はい、あこれはこれもねあのNPO フェスティバルですか、環境フェア。これ環境フェアのね、の中 で、はい、ワークショップの時ですね、はい、そうですね、する子どもたちにこれから作る前なんですが、うん、という一応お話をしてやってます。はい、でこの次お願いします。この次丸太ですね。これがこれもプログラムの中に入れて、はい、丸太切りの、はい、要するに体験、丸太切りの体験、はい、ちゃんとあの皆さんちゃんと綺麗に切れましたかそれね、あのまずちゃんと切るための道具の使い方とか。そうですね、そうですよね、そういうところから。今の子はノコギリとか使わないんで、多分私もできないと思いますいや体力があればできると思います。いやもうね、折った方がいやいい、なんということを言うんでしょう、ギャラリーの方ははい、すいません、ありがとうございます。次はあれかな、これも楽しいですよ、結構ね。はい、これもなんか説明されてますね。これどこだろう。これはね、ちょっと違うんですね、うん、それはあれですか、花巡りの会ですか。花巡りの会でですね、はい、高畑不動の紫陽花の説明をしてると思います。今花巡りの会と、お伝えしているのはこれはあの東京を中心で、そうですね、まあ関東、はい、関東のあの観察会を行われているということ。年間20回こちらは行われているというのは結構な、ね、そうですね、はい。で年間10回も結構あの支度をしていく、まあ、いわゆるあの、まあ、私はあの、ね、自主映画とか作っているとそのロケ班みたいなことをしなくてはいけないかなと思うんですけど、はいはい、同じですかね。全く同じです。そして資料をいろいろと作られると。そうですね、うん、なんかね今日ねその資料をねあのお持ちいただいたんですけれどもまあ、これはね参加した方だったらいただける資料なんですよ。とってもね素敵なねあの一つ一つの、どういうものが、まあ、咲いていて、見てください、これどう考えても舎人公園でこれ皆さん見つけられますか、ちゃんと、ね、こういったものが、下に解説がついていてですね、もうなんか図鑑以上に図鑑のなんかこうこの言葉の由来とかね、そういったことまで細かく書かれているというこういったものを、はい、
ありがとうございます。実はこの中にね、次回のものもあるということなのでさらっと流してしまいましたけれども、で今の、道草の会なんですけど、はい、たまたまね、あの今打ち合わせで、来たばかりの足立朝日のところに、うん、どこだっけ、こちら小さくありました。なんかね、いつもあのの掲載されるということで見つけちゃいました。ここに足立道草の会第36回ですね。あ、今度伊工寺町散策ですか、はい、竹の塚集合だそうです。12月7日ですね。こういったものがねちゃんとあの出ておりますよ。あのフリーでも構いません。あ、うん、フリーでも構わないということで12月7日10時竹の塚駅の改札集合ということです。改札集合でなんかこうね、この顔を見かけたらくっついててください。面白いお話が聞いてます。ただですね、はい、あの、うん、植物の話だけしてるっていうわけでもなくてですね、はいはいはい、まああの、うん、なんて言ったらいいんでしょうか、はい、非常にあの幅の広いものなんで、うん、はい、例えば、うん、歴史の話をしたり、歴史文化ですね、はい、あと、うん、人とのつながりですね、うん、といったようなことを、うん、たまには変な話、まあ、雑学を話したりという多岐多様にわたって話をしなくてはいけないんで、はい、あの自然環境ですから、はい、もう全部全てにつながってる、つながってますね、っていうことですよね、はい、であのやっぱり先ほどちょっとあの見ていただいた中に森っていう言葉がキーワードとして一つ出てきたかと思うんですけど、はい、足立にも森はあるんですか。はい、まあ、森っていう定義がですね、はい、非常に、まあ、うん、難しい、曖昧というか、うん、なんか、うん、難しいような感じもしますけど、はいはい、ただまあ、杓子定規に言うと、はい、高木性の、高木性っていうのは高い木、はいはい、5メートル以上が高木になるんです、はい、5メートル以上高木の木がある程度密集していて、はいはい、密集している、ええ、高い木がピューッとこう密集ある規定で密集していると、ええ、はい、それなおかつ、うんうん、そこに、はい、生物、はい、生態系がそこで育まれていないと、はい、生態系があるわけですね。そういう定義があるんですよ。それが森という言われる、はい、ということはキュッとなって5メートル以上でキュッとなっててここで何かが動いてあの生活ができていれば森まあ森簡単に言うとそういうことですね。はい、そうです。ですから、うん、例えば、はい、あの神社だとか、はい、昔ながらの、はい、神社だとか、はい、公園ですね、うん、そういうところに行けば、うん、森というのはあるんですね。なるほど、5メートル以上っていうのも一つね、はい、キーワードになる、ね、まあ、高木だから5メートル以上ですね。なるほど。ただその樹種っていうか、はい、種類は問わない種類は問わないですね。問わないですね、はい、何でも構いません。ちょっと足りなくてなんて、そういう意地悪なこと言っちゃいけない。いや、それはね、杓子定規で考える必要はないと思います。なるほど。私は勝手に森と言ってますから、森です。これは森ですと、ね、はい、そういうご案内をしと、はい、で、実は普段こういったものを持ち歩いてらっしゃるんですけど、見えます皆様、森の博物館現物標本っていうの。もうこれ今日ねお持ちいただいたの、さっき拝見してちょっとかなりテンションが上がってしまいました。どういうことかというと、日本人として知っておきたい木30種なんですよ。でこれをいつもこう持ち歩いて、まあ、こういうものがありますよってお話を。そうですね、はい、あの主体はですね、うん、まああの私的に言うと受けがいいのは、はい、草本というかあの草花、うん、
草花ですね、はいはい、でもその中に木も重要な部分があるんで、うんうん、そういう話もしなくちゃいけない、はい、でその時に木の材はこういう材ですよということを見せるために持ってるんです、ね、なるほど、はい、あのあれですね、最初にお会いした時に足立には保存樹がすごく多いっていうことは、ね、多いですね、150本ぐらいあるんです。150本、あの足立の保存樹っていうのはどういう種類が多いですか。多いのはね、はい、ケヤキとイチョウぐらいですかね。ケヤキってどこだ、ここに出てますか。ケヤキはありますね。ケヤキっていうのはね、非常にこのこれですね、模様が綺麗、模様が綺麗ですね、はいはい、イチョウはね、材としては使えませんので、うん、あ、なるほど、はい、ここにはなってないですね、はい、はい、まあ、こういったものを、まあ、見ながらで同時にあのそこにある大きな木を感じ、草を感じ、ね、花を感じという、そういう活動をされていらっしゃるということで、ただただそれを鑑賞しているだけではもったいないということで、まあ、後半にあたりましてですね、いろいろと、まあ、自然環境への向き合い方も含めてですね、お話を続けさせていただきたいと思います。で、ここでですね、またこの曲かなんて言わないでください。だからもう私は大好きな曲なんです、私たちが作っております、あの映画ソウルソウルの主題歌、ゆいちゃんのあって見えないものを、プレゼントしたいと思います。聞いてください。どうぞ。夜明けに追いつくくらいの速いスピードで花たちが咲き回り、まぶたの裏側に書いたありがとうの言葉は穏やかな優しい街、重ねて
心のしるべ。開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなっていう思いはずっと思っています。森坂よし子です。介護系をやりたくてここに入っていて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は森田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれてる森の方は僕は1年生もそっちかな、もしかしたら僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが、開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京でまあ勉強することもできるし、それのノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。お名前は藤原理沙です。ハッチ新店舗の立ち上げから理事長をやらせていただいて、一応なんか全部の売り上げが一番、多分私は一生プレイヤーでいたい。その経営とかなんかそっちではなく、一生患者さんと関わってみたい。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千字でクロスなお送りしております。提供は町に元気を与える教育医療介護の株式会社キャンでお送りいたします。この番組は株式会社キャン千住インターネット放送 C ウェーブ7階ブースから世界に配信しております。番組では皆様からのメッセージ受け付けております。千住アットマーク cweb.jp まで応援メールをお待ちしております。ただいま動画配信中の YouTube ライブでも直接メッセージ受け付けております。はい、ゆいのあって見えないものでした。さあさあさあ、後半に入りますけれども、じゃんじゃじゃん、ちゃんとメールが届いているんですよということで、はい、読ませていただきたいと思います。はい、りかこさん、
会場にいるであろうリカ子さんのハズバンドさん、そして萩原さん、こんばんは、デニコです。いやデニコさんありがとうございます。もう幸せですね。毎朝チャリ通勤の私は顔が寒くてデストロイヤーみたいなマスクが欲しいですデストロイヤーと言って反応しているあなたはいくつでリカ子さん、私もバブルの時は肩パッド入りの洋服でイケイケでしたよ。そうなんですよねさあ本日のゲストの萩原さんは貴重な人材ですね。難しいのかなと思っていましたが、萩原さんのお話を聞いてなるほどと納得しています。草加には松並木があります。デニコさん草加に住んでです ね、はい、身近にありすぎてしみじみと見たことはないので、これを機会にちゃんと見たいと思います。木だけではなくお花も観察されているのですね。素晴らしい活動だと感心しています。後半も楽しみにしています。リカ子さん、萩原さん、寒くなりますから風邪などひきませんように。だいぶ早いですが素敵なクリスマスを過ごしてください。それではまた、バイチャということで、ありがとうございます。デニコさんありがとうございます。もうね、デニコさんはもう必ずメッセージを、はい、寄せてくださる常連さんでございますはい、ということでですね、デニコさんの期待にお応えして後半戦もこの貴重なお話をね、いろいろ伺っていきたいと思うのですけれども、はい、先ほど、まあ、足立の森という考え方ですね、あるんだよって、そういうふうに考えていけばいいんだよって、ちょっとね、軽く自然に関してちょっと近いところを触れさせていただいたんですが、では森という定義じゃなくって、足立の自然について、ね、まあまあ、昔とか今とかどんな感じなんでしょうかねこれはですね、うん、とっても定義っていうか、うん、昔っていう定義がですね、うん、1600年以前と1600年以後っていうのは、要は徳川さんの幕府が江戸にできた以前と以後ではちょっと違うと思うんですね。まあ、その前は、うん、足立は多分なんて言うんだろうな、地理猛烈としたその湿地の中だと思うんですよ。湿地帯ですね、はい、はい、そういう中で、うん、まあ足立高峰の中にもある足立という、はい、ありますね、はい、書いてありますよね、はい、まあ、足でもよしでもいいんですけど、うん、同じなんですけど、うん、そういうものっていうのが、うん、多分生えてた、はい、そういうよしとか足っていうのは、うん、その水辺と岸の、まあ岸から言うと最前線にあるわけですね、いっぱいこう生えてて、その後にガマとかいろんな植物が生えてるんですが、そこにはやっぱり独特のですね、そういう水辺の生態系っていうのがありまして、鳥類だとか両生類、昆虫などこういうものがたくさん多分いたと思うんです。それが江戸時代に入って、ちょっと変な話で申し訳ないんですが、はい、いえいえ変な話じゃございませんよ。幕府が要するに手を入れてですね、うん、神殿開発をしたわけですよ。なるほど、田んぼにしたわけですね。田んぼにしたわけですね、うん、まあ、戦時もそうなんです。戦時の向こうの方は西の方も神殿開発をしました。まあ、なんか、うん、あそこに書いてあるんですけど、山梨の方から人を、はい、が来てこれを開発したっていうことがちょっとあそこら辺に書いてあったと思いましたけど、そういうことで、そういう二次的な自然って言いますか、田んぼになったわけですよ。田んぼとか畑になった。そうするとそこに、そこもそこでやっぱり自然っていうのはある程度あったわけですね。水辺の自然がまだ保たて、まあお米は作ってるとはいえ、そこにはやっぱりカールとか、私の幼少期にやったザリガニとかいっぱいいたわけです、はい、
ただ現代は、宅地造成が進みまして、うん、そういうものを見ることができません、うん、あ、まあ、まあ人工物って言った方がいいのかな、そういうものがみんな閉めちゃって、うんうん、そういう中で私たちは暮らしてるんですけど、うん、ただ植物から言うと、はい、植物の気持ち、気持ち、うんうん、気持ちというか、うん、まあこれがグローバルで、うん、まあ外来種っていうのは大半を占めてて、はいはい、なるほど、それに園芸種っていうのがあります。園芸種ですね。うん、例えば、はい、ホームセンターに売ってる、はい、草花とか、はい、そういうもの、はい、そうですね、うん、そんなものとか、あと、うん、植栽種っていう植栽されたもの、うん、そういうものがほとんど占めてるわけですね。だ本当の自然もともとも、まあ、もちろん在来種っていうのはあるんですけど、うんうんうん、ごくわずか、ごくわずか、はい、ですからこの前行ったあの、うん、土手なんかを見てもらうと分かるんですが、はいはい、95% 以上は外来種で占められているという状況ですよ、ね、荒川の土手、はい、ということですね、はい、それがちょっと気になるところで、うんそれで未来に向かってはですね、うん、まあ先ほどちょっとお話したんですが最強、はい、斉藤善久さんの、あ、はいはい、あの番組にもご出演いただいておりますね、はい、ちょっとお話をする機会がありまして、はい、どんなお話なんですか、うん、足立区に愛着を持っている人のアンケートを取ったところですね、はいはいうん、やはりあの、うん、足立区には水辺があると、うん、水辺がある、多分荒川のことを言ってるんだと思うんですけど、うんうん、はい、そういうことで、うん、あの水辺っていうのは確かにあの心もですね、うん、休まるようなところがあるんです、うん、だからそういうことも考えると、うん、皆さんがあの足立区の地図を広げていただいて、うんうんうん、じゃあ緑であるところってある、うん、見たところ、うん、川のところはこう一本のラインになって緑になってますけど、他のところは点々で、はい、舎人公園あたりがちょこっと緑、はい、で、まあ、こっち、うん、西に行きますと、うん、中川の公園ですか、うん、あの辺がちょっと緑になる、はい、本来はそういう、あの全く生態系のことを考えると、うんうん、ビオトープっていう考えをするとですね、はいはいはい、そういうものがつながっていかなくちゃいけない、緑がつながっていかなくちゃいけない、ビオトープって考えると緑が全部つながっていく生態系に生態系を作っていかなきゃいけない、あー、なるほど、そうしないと、はい、うん、なんていうんですかね、うん、生態系がうまく回っていかないというか、つまり今足立区の自然はそれができてない、うん、できてないっていうか減ってきてますね、減ってきているって考えればいいんですね、もともとはあった、はい、あった、はい、資料を見ますと、うん、あの緑肥率、緑の被る率っていうのがあるんですが、はいはいはい、足立区で現在 17.1 っていう数字が出てるんですね、 17.1%、 それはどう面積に占めるその緑の割合、おー、これがどのくらいなもんかっていうと、はい、23区内で14番目ぐらい、はい、あー、なるほど、そのお話は最初に第1回目に参加させていただいた時も、はい、同じようなあのお話をちょっと伺ったような記憶がありまして、はいね、変わってないってことですか、ほとんど変えようがないんですね、多分ね、あの、はい、アクションを起こさないと変わらないから、なるほど、それでそれはですね、うん、あの実はあの、うん、林地っていう、林地って林の地と、はいはい、うん、草地、うん、草地と農地と3つ合わせたものが 17.1 なんです、はい、その中から農地を外すと 9.4、 もうほとんどない、 1話であるかないか、じゃああのそれは結局これから今後ますますそれがなくなりつつあるという、そういうことですよね。あ、
で例えばあの、まあ水辺のことで言いますとその、まあ、いわゆる自然災害というのが同時に、はい、あのここ、まあ、多発してきていて、はいまあ、悲しい出来事が結構ありまして、うんでまあ、19号のことに近いところで言っても、はい、たまたまあの、まあ、水位が低かった時がピークだったから、うんまあ、荒川足立区の荒川は、ねうん氾濫しなかったんだっていうことを、うんまあ、先日ちょっとあるところから、はい、あの話を聞きましてああそうかいつ何が起こっても起こらん大変な状況でそれも自然として受け止めていかなきゃいけないだろうしそうですねもちろん、うん、そうするとなんかとてもそのなんていうのかな数字をどうこうというよりも私たち自身が身近なところでどういうことをこうアクションとして起こしていくのが本当はいいのかなっていうのがあの今日は本当はそこの部分が一番あのお話を伺いたかったところでしてやっぱりあのこれだけ災害が多くなってくると防災の専門家の方たちもお話をされる、はい、例えば河川の専門の方もいらっしゃるし、うんではその森焼きそれからそのいわゆる緑に関してはどういうふうな自然の見方をしていったらいいのかっていうかもう、まあ、私たち の, その日常 の, その自然に対するこうなんていうのかなシグナルというか、はい、それをキャッチできるような力っていうのがないとダメなのかななんてちょっと思ったんですね、うん、そうですね、うんうん、非常に難しい問題なんですが、うん、ですねただ私たちはですね、はい、それが実際のどういう行動ができるかっていう部分では非常に悩むところなんですが、うん、実はあの今年の3月にですね、はい実は国連の、はいうん、あれはね森のですね、はい森林、はい、森林デーっていうのがあったんですよ、うんうん、森林デーって、うんうん、その国連で制定した部分なんですけど、うんはい、いろいろ森のことについて、はいうん、話すというそれが3月に3月にあったんですね、はいはい、そこで言われたのがですね、はい、いろいろ議題に上がったのが、はい森林教育ということが話題に上がったんですよ、うんうんうん、森林教育っていうのは何かっていうと、はいうんうん、ちょっと皆さんもあの森の幼稚園とかうんうん、聞いたことあります、はい、聞いたことありますね多分今ね日本ではそういう、うん、そういうのをやったりですね、はいまあ、もちろんその地方じゃないとできないっていう部分はあるんですけど、うんうん、そういう中学生とか高校生は森でいろいろな林業体験をさせたりとか、はい、いろんなそういう教育をしていくことによって、うんうん環境についてより身近にですね、うんうん考えるようになれる、うんまあ、そういうことを方向性をつけてるんだと思うんですけど、うんはい、ですけど、まあ、我々はそういうことをある程度、うん、皆さんにお知らせをして、うん皆さんから少しずつ変わっていただくよりないとは考えてるんですけど、うん、ただあの環境といってもですね、はい、いろいろ今あのプラスチックの問題とかいろいろありますんで、はい、ただ森だけがその救いのあれということではないんですけど、うんうん、そうですね、はいはい、ただ全てがつながっているっていうふうに考えると その視点からあの活動できることも、そうですね、もっともっとたくさんあるということなんですね、一つあの、はい、全く、うん、まあエコノミーもエコロジーも同じ語源から出てまして、はい、ギリシャ語のオイコスという言葉からエコという言葉が出てるんですけど、うんまあ、その生活に生活とか家庭のですね、うん、その経済とか、うん、例えばその、何かをなくすことによって合理的になるみたいな、うん、そういう感覚があるんですけど、はい私たちができるまず大事にしてもらいたいのは、はい、その木の、はいうん、木の製品
木の製品。わかります。言ってる意味が、はい、木でできたもの。木でできたもの。はい、例えばタンスだとか、はい、まあ、大きいものは家ですよね。うん、こういうものをね、大事に長く使ってもらいたいんですよ。うん、実は木っていうのは炭素を固定してるんですね、ここで。うんうん、あ、光合成をして、うん、木に、まあ、これ糖分を蓄えるんですけど、それが、うん、炭素、うん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 、それがだんだん大きくなるんですけど、はい、それね、木で作った材っていう、例えばこういう椅子とか机なんかもですね、はい、そのままね、はい、使えば何年でも使えるわけですよ、はい、例えば家でも100年でも200年でも使える、はいはい、ただこれを放置して腐らせると CO2 が出るんです。なるほど、使い続けるということなんですね。そうです。あ、だから今は簡易に、例えばプラスチック、はい、石油製品が、はい、いっぱいありますよね、うんうんうん、でもそれが簡単に安く買えるから皆さん使ってるんだけど、うんうん、それを木に置き換えると、うん、CO2 をそこでずっと蓄えてることになる。これを炭素ですね、うん、はい、捨てたり燃やしたりすれば、うんうん、CO2 はまた戻ってきます、ね、うん、なるほど、はい、なるほどね。身近にはそんなことぐらいですね、うん、あともう一つは観察してもらいたいのは、はい、自分の家の周り の,、うん、ちょっとした草でもいいです、うん、草、ええ、そういうものが毎年生えてる、うん、来るじゃないですか、はいはいはい、それが、うん、違うものに変わったり、はい、なんかそういう風になった時にどうしてかなっていうのも一つ考えてみてください、はい、あ、ありますあります、よく、ね、なんでこんなのが生えてるんだろうってそうですね、はい、そういうことも一つあの、こう変化っていう部分で、はい、それは、次に起こる何かの予告みたいなものですか。そういうものもありますね。生物によっていろいろこう知るという、はい、あ、なるほど、サインを受け取るっていうことができると思います。そういう時に困ったら、あれですか、観察会に参加するまあそれは宣伝になりますけど、いやいやいや、まあそういうこともお話はしますけどね、はいはい、例えばそういったものをネットで調べるっていうことも可能なんですか。一応番組的にはネットの放送局なので大丈夫だと思いますね、はいはい、なるほど、木を使い続ける、そう、 CO2 を蓄えられるから。そうです。でも使わなくなったら CO2 が放出される。そうです、戻しちゃいます、ね、戻してしまうので非常に、本当は木を植えればいいんですよ、うん、植えるのが一番いいんですけど、うんうん、それができないとなれば今あるものを、うん、炭素を出さないという CO2 を出さないということを考えないといけないじゃないですかね。なるほど、例えば、はい、足立のその自然というのが今お話をずっとしてきた いただいたような形でですね、ますますそのなくなっていく方向にあるとすれば、それは木を植えればなんとかすぐなるというものでもないわけですよ ね、はい、それが木がちゃんと、成長できるまず環境であるかどうかっていうことでもありますし、はい、そうですね、はい、たとえ木が、成長したとしても、うん、それはやはりある程度年数を経ていかないと、ね、はい、いわゆるそのミッションをクリアできないと、はい、なるほど。ではじゃあ私たちができることは、木で作られた製品をとにかく大切に使うという、そういう身近なことからやるのも一つの方法だと。一つですね、方法です。そして例えば、その自分の土地敷地内にある雑草、はい、草ですね、この草ももちろんいい草もあるわけですよね。あ、もちろんそうです、はい、いい草もあります。それは別に外来種であろうが在来種であろうが、うん、それは関係なく、皆さん間違わないでくださいね。外来種だからって言ってみんな悪いわけじゃないんですよね。在来種でも外来種でもちゃんとした生態系を保てるようになれば、そうですね、はい、それはそれで新しい一つの、うん、
形になると、そういうことなんですね。まあ気化植物って言ってますけどね、気化植物、気化植物、はい、ああなるほど、まあ、うん、まあ、永住権を得てるような感じですよね。なるほど、はい、ということで今ここでお話、うん、なんか分かったようで分からないなっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけれども、一つの考え方として、例えば海辺で川辺ではどういう自然の対応生き方ができる、そして、森や木や草に対してはどういう考え方で今足立にある自然と向き合うか、それが私たちが、うまくこう自然と向き合って、生きていくこう知恵というか、そうですね、そういうものにつながっていくというのがやはり今のこの形を自然として受け入れないと、 そうです、それは考え方として今の自然ですよ、今の自然ですね、リアルな自然、リアルな自然です。なので今回ね、森林インストラクターさんということでご紹介を思いっきりさせてはいただいてはおりますけれども、それはそういうことの生態系を説明する専門家の知識であるということで思って、この足立区の今ある自然と自分たちはどうやって向き合っていったらいいのかなという一つの考え方を今日はお話を伺いたかったということでございます。なかなか難しい問題なんで、そうですね、はい、結論が出るということではないんですね、はい、そうですね、今ね、スペインの方でもね、なんかやってますね、なんか日本のこといろいろね、なんか言われてがもっとちょっと頑張んなきゃいけないようなこともね、そうですね、言われてましたけれども、でも私たちはね、足立区で暮らす、この地域で暮らしている、まず自分たちのできる身近なことから、うん、できることを考えていく、それがまず、隣や周りの人たちのを考える力になる、地域の力になるんだと私も、今日お話を伺って思いました。さあもうね、なんかいろいろなお話もっともっとたくさんね伺っていたいんですけれども、やっぱりお時間が迫ってしまいましたので、もう最後に一言だけ活動している方にどうぞ、はい、ください。はい、まあこういう活動をしてますけど、はい、私が一番感じてるのは、はい、人とのつながりですね、はい、これがたくさんできたというのが私の財産だと思います。ありがとうございます。本当にもうね、このね話し始めるとね、もうちょっとの一部しかねできてないんですけれども、お話ねお伝えできてないんで、とってもとっても残念なんですけれども、はい、とにかく、今日はですね、自然と向き合う、そういったお話を伺いました。ゲストは、森林インストラクター会フォレストの萩原純さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ではまた。ほら手をつないで。